マジでしんどい。疲れた。え、イッチさん怒ってますか？怒ってる。まさかこの私が。七、八、九、十、十八、十九。そう、いいやね。イッチすごい。リオさんはボクシングのヘビー級アジアチャンピオン。ヘビー級？イーティーさん知らなかったんですか？ちょっと待って。知らなかった。今知らなかった。ちょっと待って。ごめん。これは絶対死ぬ。すごい。これ軽い。ヘビー級？ヘビー級なんです。うわ、うわ、うわ、うわ。これは喧嘩。これは喧嘩。こんにちは、リオイデです。今日はリオさんのスタジオに来てなんです。めっちゃいい感じでびっくりした。リオさん来てください。見てください。なんでびっくりしたのは、こんな感じです。大きさが全然ドーンっていう感じ感じました。はい。次は最初ね、ドラゴンボールの服を着てたけど、今変身しまして、ノアさん、どうもー、悟空そうです、悟空、本当は悟空ですよ、はい、本当は悟空ですよ、さっき教えてもらいました、はい、よろしくお願いします。すごいすごい、これはね、先ほどね、リオさんのチャンネルの方でコラボレーションさせていただいて、はい、いかがでした、イーティンさん、リオさんとノアさんの印象は。印象、うん、めっちゃ優しい、実際長見は。いえいえ、全然。あの、最初見た瞬間はこんなわかる。はいはい。私に対しては、見て、見て、見て、この幅。で、横見て、こんな、こんな、とこっち。でも、めっちゃ優しい。で、ノアさんは、どんな人かなと思ってたんけど、ばあちゃんでした後に逃げ道が分かってる人、あ、この人すごいなと思った。ただ、ビビっただけですけど。めちゃくちゃ面白い内容になってますので、ぜひね、はい、リオさんのチャンネルの方、そう、ぜひチャンネルの方も見てください、はい、ではイーティンさん、はい、本日は、はい、リオさんに何を教えていただきましょうか。あのね、これこれこれ、日本語なんて言う？うちのお母さん中国から来て、はい、ただの1ヶ月だけで、はい、ドンドン、はい、めっちゃ太ったんですよ。え、お母さんと一緒にご飯食べてるんですか？そう、お母さんの料理が美味しくて。お母さんの料理で。そう、お母さんの料理が美味しくて、もうやばい、中国人の料理で分かる、いっぱい出してる、はい、日本人みたいの、はい、まあ、食べて全部切れるじゃなくて、明日も食べれるぐらいの、うちのテーブルは全部料理だらけで、でテレビ見ながらもずっと入れるじゃないですか、はい、それでドンで、最近なんで気づいたのは、もちろんあのコラボの時の顔もね、ちょっと大きくなったし一番困ってるのはね、そう、りょうさん、お母さんも一番困ってるのは、はい、演舞する時に前の女が邪魔、ここ次演舞する時これ横の肉邪魔、もう笑わないで邪魔だから、はい、この辺ね、この武術は腰と言いますね、はい、やお一番大事なので、はい、ここの脂肪を、はいはい、取らせてください。わかりました、よろしくお願いします、はい、お願いします。あ、パチャーベンチプレスっていうあの胸の基本的な、あの、よくある定番というか、あのものなんですけど、これのやり方ですね、こう真ん中持ちます、はい、
あのこの時に、ここを開けます。あ、腰の方。はい。はい、こう接点がお尻と肩甲骨だけ。はい。この上げる時に、はい、こうよくこうみたいな肩甲骨を広めクッションですね。はい。こうすると胸に効きにくくなるので、しっかり肩甲骨をこう寄せる。あ、こうなる。はい。ここを沿って、はい、肩甲骨の後ろにここを寄せて、しっかり寄せたまま、はい、こう持って、はい、これで20キロ、わ、はい、めっちゃゆるゆるよ。こうして、はい、このぐらい水平線に、はい、おー、すげえ。もうちょっと下に下ろしましょう。もうちょっと下、こう、この辺に下ろします、はい、あ、はい、しんどいな、これマジで、はい、これ どこの筋肉を、はい、これ胸筋ですね。胸筋しんどいしんどい。 OK です。ちょっと待ってな、5回くらいやってみるので、ね、なんか肩と三角筋も効いてるんけど。そうですね、すげ、はい、あ、しんどい。20キロですよ。20、すごいっすね。すごい、女性で初めてですよね。死んだすっごい、でもすごいですね。すごい、いや、本当すごいです。強い、はい、そうですね、あのこうその時に聞いてるのも あのそうです。やっぱりみんな筋トレやるんですよね。これをやったら私もう人殺すんじゃない。もう筋肉出したらあかんじゃない。ただでさえ危ない。ただでさえ、そうね、はい、今の20キロですが、一般的な女性でいうと大体どこぐらいからスタートされるんですか。いや、スタートはやっぱり本当にもう3、4キロぐらいからやる人が多いですよね、うんうんうん、両方で10とか。イーディさん、普段は筋トレはされるんですか。しない。基本的にいきなりそのやると怪我する恐れとかもあるので、あ、基本的にはあの無理だけを、はい、20キロで結構重たいと思うんで。いや、最初は初めあれ重たいなって感じた、はい、1回だけと思ったんですけど、おー、ちょっと10回やってみる。多分怪我だけ、怪我だけ。こうしてお、おー、上がる、すごい、上がる。6 7 8 9 10。で1回で素晴らしい、あのちょっと緩和して5回くらいのはいいな、私。え、はい、初めてなんですね。初めて。え、すごいですね。初めて。20できない人多いですよ。しんどいけど、1回に終わった後の気持ちいい。これを取りたい。これは取りたい。もうなくしたい。取っていただきましょう。ない。ええ、ない、はい、これが太ってる。仕上がってますもんね。すいません。え、なんていう日本語で死亡率でしょ。死亡率ある。あります、あります。今も全然あると思います、だからこれちょっと紹介遅れましたが、リオンさんはボクシングの、ヘビー級アジアチャンピオン。ヘビー級？イーティーさん知らなかったんですか。ちょっと待って、知らなかったんです。ちょっと待ってごめん、あのね、最近私あのウォー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 なんで謎謎みたいな。わざわざそのボクシング の、はい、あのあるんでしょ、ニットロビドに、あのアメリカの、はいはい、あれをヘビ級ってしてたんよ、名前、はい、もう強いって思った、はい、ヘビ級？ヘビ級なんですよ。ちょっと身長小さいですけど。パーソナルトレーナーもされてらっしゃるという、今のそのイーティンさんの抱えている問題をね、解決もしてくださるんじゃないかと。はい、すいませんね、あのヘビー級で頭の中に入っちゃったから。もうこの人やばい、強い、怖い、嫌になってる。怖くないです、怖くないです。イーティンさんのその課題解決、やべえ、見て、声聞こえる、はい、これやばい、やばい、やばい。はい、こちらの方どこにいても肉、肉、肉そう、肉、これを見せてください。リオさん、よろしくお願いします。はい、わかりました。女性の方ってこう男は一番最後にここが落ちるんですね。ああ、減量すると。なるほど。食べ物とかを調理すると、女性の方って皮下脂肪とかあるんで、はい、まあ、結構お尻に残ったりするとかするんですよ。あ、なんで先生強いんで基本的な、もう頭の中にもこの人が
強いのでってなってます。なのでちょっと普通の腹筋をちょっとやってみましょう。腹筋って、起き上がる筋肉じゃなくて丸める筋肉なんです、うんうん、なのでパタパタ上に上がるんじゃなくて、うん、ここは巻いていく感じで、ああ巻きながら、なるほど、こうじゃなくて、はい、こうじゃなくてね、はい、こう曲げながらね、はい、ここでガッと力入れる、はい、なるほど、はい、でしっかり伸ばす、で、はい、巻き込む感じです。なるほど、はい、これが10回できたら、はい、マックスとするじゃないですか、はい、ほなこのやり方でちゃんとやると10回できないんですよ。もうそこまで、はい、もし10回限界の人だとしたら例なんですけど、ほうほうほう、とりあえず10回やってみようか。10回やってみましょう。足首をこうして、はい、で次をこうして、はい、でこうこうこの辺がいいですね、はい、こうで、はい、丸めてから、はい、これは正直10回は私多分余裕、はい、20かけぐらいだ私。10。あのね、2件に違う分かるね。自然に。18。19。そう、余裕やな。20、すごい。これ余裕。これは余裕。すごい。あのね、はい、武術をやってる人が、ちっちゃい頃の基本練習をやりすぎて、はい、体の二間道が分かる。ああ、なるほど。身体操作ですか。多分、例えばね、この例の話ね、はい、さっきは言ってないけど、よく動画でこういうのを見たことありますよね。あります、はい、これを30分、いや、きつい、そう、きついよ、きついよ、きついですよね。だから先生はずっと30分じっと見るわけないだろ、はい、だからこの上になんか棒とかね、あの落ちないようにしたりとか、こうしてこうしてとかね、落ちないように。で、これを30分するのは正直きついよ。しんどいです。ただし見て、見たことあります、これ。あのちょっと私の体後ろで立てたら分かる、ね、今は中立でも体をちょっと このぐらいでもまだ正しいね。で次分かる、ちょっと左に寄ったって分かる、はいはい、で次真ん中で緩めて、すごくしのがったら右に寄ってるよ。あ、すごい。これで30分で、まあ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 正直いけるよ。見たことはあります、ね、だからそういうジャッキーチェーンがあのお茶乗せてやってますね。だから自然にこんな限界、日本語で限界、はい、30分1の限界ぐらいにすると、なんか体自分で何となくこの逃げ道が、なるほど、この逃げ道を逆に使うんですよ。足を伸ばすと、こう、背骨のこの一番下の方が反るんで、ちょっと曲げたまま。あ、曲げたまま。ちょっと曲げたまま。ここまでが、はい、まあ、下を使ってるんですね。なるほど。ここはきつそう。ここはちょっと上げた方が。きつっ。え、これも使ってる、こっち。あ、使ってる。こっちまあ、ちょっと上げ、支えるぐらいですね。ああ、そうか。できるだけ使わないように。ああ。もう慣れへんようだなと思ってるだけ。なるほど、いいです、ね、あ、こっちは楽になるね、はい、で、次、お尻まで一回上げてみましょうか、お尻。ああこれちょっと、もうそれが慣れてきて、これはさっきよりきつい。あ、本当ですか。私に対してはこれはきつくない、はい、これはきつ、下ろすときがきつい。下ろすとき、そうですね。でも、これがきつい。あ、本当ですか。あ、これ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 がきつい。そうなんですね、はい、あ、もう疲れてる。このままこれは上級者になると、あの背中をつかずにこう下ろすのがいい。肩だけつけて、そうやり、肩だけで、はい、あー、これはきつい、マジで。これは10回目、ちょっと待って、はい、疲れた、はい、疲れた、はい、疲れた、はい、あ、これはね、すごい。ちょっと待ってな、もう一回よ、はい、10回やってみようか、挑戦。そう、はい、10回挑戦する。ここはマッサージできないしな
そうですね。もうこれはちょっと、これはしんどい。1、お、2、9、あの脊髄すごい、10、これはいい。これはね、めっちゃ腰が楽になる。このコキコキっていうのは19、これは先に やりました、やりました。すごいです。結構なんかストイックですね。これは一番しんどい。結構追い込みますね、自分は。これは一番しんどい。これは筋肉痛だ。どうですか、お肉なくなった感じはありますか？めちゃ熱い。熱い。お腹が熱い。よかったです。あ、パチャー。これ大事なことが思ってるんですけど、継続できるぐらいのがいいと思うんですね。ああ、毎日続くね、はい、しんどかったらやらないんですよ、やっぱり。やっぱその日のやっぱストレス溜まったり、会社でこんな言われた、友達あんなことあったって、やらない要因がいっぱいできてくるんですね。でしかもしんどい、やらないじゃないですか。じゃなくて本当にこう自分そのハードルを下げてやれる回数をする、ちょっとずつ毎日やる、はい、続くっていうのは一番大事。はい、筋肉痛 もうほんのり筋肉痛に倒す、こうリビルじゃないんで、もうがっつり筋肉痛にならなければいけないっていうのは僕はないと思います。なるほど、はい、今感想でいい、はい、今もしんどい。じゃあのちょっと素人の感想なんですけど、はい、その上の方の筋肉はあんなに軽くできたのに、下の方になるとここまでこう疲労感がたまるっていうのは、やっぱりその筋肉の部位によって、ね、ご自身が持っているポテンシャルが違うっていう感じなんですか？そうですね、普段使ってないということですよね。うん、はい、っていうことで自分の初級で言うと、はい、まあ出て、はい、こっち倒します。でこっち天井で肩ちょっと拳1個分ぐらい開けて、はい、はい、でこっちでこの脇腹のところ力入っているかどうか確認するので、こっちも手を置いて動きます。膝触りに行きます。うん、おお、これやったことない。これこれ初級、これ初級です。はい、だ誰もできて、これ本当膝を触りに寝て、ここから膝を触りに、左右にね、ここに力入ってるかどうかっていうのを確認しながら。なるほど、はい。でここ寝た、これ絶対見ながらじゃん。これやったことないよ、なんかきつそう。寝た状態から、もうちょい寝ましょうか、もうちょっと無理。そうです。あ、そんなにきついんですね。やってみてね。もう一回だけいきましょう、うん、もうちょい寝て、寝た後から。いやー、無理。これ初級？初級です。スピード上げてもいいです。スピード上げたら楽になる。1、2、5、3、あと2回し、どうぞ、5、OK。 素晴らしい。これ絶対俺やるわ、やるわ。初級でもこんなしんどい。あ、でもなんか細くなった感じ。いや、マジでマジでマジで、ほんまなんか筋肉見えそう。いや、ほんまマジでしんどい。疲れた。え、イッチさん怒ってますか？怒ってない。まさかこの私が。先生ヤンキーだろ。これね、武術体って結構あるよ、休憩は。あ、そうなんですか。あ、そうなんですか。こっちに座ったら先生が、私の時代のね、先生が超厳しい、体罰の普通なの。これを座るとダメなの。これ完全に気が全部、もうやる気がないということで、こう座るのが休憩ですよ。これがそう、これいつもこういう風に喋ってるよ。休憩、これは休憩。絵になってますね。え、これはヤンキーだ。マジでこうして、こう水を飲む。なんでヤンキー斜め本当だ。向き合って、ちょっと喋ろうって感じ。こう前やったら、敵が来た時にこうなんでしょ。でも斜めやったら、ああ、早いな。だってこれは力、これはちょっと難しいので、こうなるでしょ。これは簡単。斜めやったらこう座ってるじゃん、こう来るでしょ、うん、ちょっと まさかで意気投合してるじゃないですか、2人。わかるね、わかる。あのね、ヤンキー座りで、これをするとこの両足すぐ
しんどいです。あと1本前、結局1本前にしないとあかん。じゃあ、こっちの方が手に。このまま、一回やってみる？全然違うよ。リオさんが、リオさんが。まずね、こうして、あ、焼き、一緒に焼きにしよう。こうして、急激に来るだろ。相手が来て、もう立つと絶対1本するでしょ。でしょ？で、これやってみ。めっちゃ簡単。はい、こうだろだろってだろねだろいや、ちょっと待ってください。今、リオさんが負け負け一個だけいいですか。はい、前にその相撲対決をさせてもらったんですよ。相撲取りこうなんですよ。確かに。これはもう準備、相手が言って私たち今言ってるのはわからない状態、はい、なるほど。これは戦う状態でも前にするの、両足でね。なるほど。今私とノアさんが言ったのは全然ね、何にも私たちの世界でね、何そう、ね、そう、で食べて喋って、ね、で誰が来て来てもうこれが、ね、正面やったらそう正面リオさん、はい、もう一回やって、はい、正面だったら正面だったら一回正面です。正面だったらこう押された時とかもうついちゃうじゃないですか。見てこれが強いね。見てこれ見てね。こうやったら押されても今ごめんこれもちょうどリオさんとトラさんのもうせいでおかげじゃなくて私ちょっとすぐ出たしちゃったやん。2人は仲間だったんじゃなかったんですか。はい、今、今ね、どんなあかんわ。あのね、見ての皆さん、リュウは優しいで、だから今日、二人のせいで初めて、もう初めて出したの。あ、本当ですか。そうよ、今までの動画ないの。私は優しい体育の件、みんなの健康のためにやめないんやこれあ、パチャさあここでメインですよ。ヘビー級、ヘビー級のこれを見ないとね、はい、見せてください。どうでした。よくは押しててバッチャーンっていうのシャーンと終わりました。軽くこれ絶対折れる。これすこれは絶対死ぬ。すごいこれ軽い軽くです、本当に軽くです。多分これやったらもう死ぬやろ。ちょっとちゃんとグルーズの技よりこれ引っ張って死ぬやん。これヘビ級やね。もうやばいやばい。これ音が全然違う。すごいですね。やってる人は絶対わかる。あの経験がなくてもこの音はね違う。これでもまだ軽くやから。今ちょっともうちょっとあの後ろ危ないの。はい、大丈夫です。ほんまに大丈夫。はい、もうちょっと強めでやってもらってみますか。まだ100%じゃない。見たいですか。見たいめっちゃ見たい。めっちゃ見たいから、はい、何十パー次、まあ40%ぐらいで、じゃあ、いきます。はい、40ぐらい、大丈夫ですか。何だよ、そういうこと。そう、俺が歌って力入れたのよ。ノアさん、めっちゃ可愛いぞ。あの、ノアさん、左右から揺さぶられてますよね。左右から。こういうキャラなんで、はい、じゃあ読んで。はい、押す、押す。レイ。はぁ。うおはい、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 はい、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 はい。これは喧嘩、これは喧嘩。これはやばい。いや、リーダーの感じこれ、一回だけのパンチで、これがなかったら、もう折れる。折れてます、折れてます、折れてます。すごい。だから、これ、連続で。素人の人が受け、これで受けても、多分、こっち。はい。あの、ダメージ。あの、だから私、無理です。喧嘩はしたくないです。うん、もう逃げる。あ、逃げます。こんな怖いこと、無理です。リオさん、ありがとうございます。素晴らしいパフォーマンス。はい、もうびっくりしたわ、はい、あ、パチャーイーティンさん、はい、さあいかがでしたでしょうか。本日は疲れた。お疲れ様です。あのね、この辺が疲れた。今、こうしたいが、こうしたいこうしたいな、こうしたい。もうなんか疲れた。これほんまに疲れたと、さっきの
バチャーンっていうボクシングをやったし、さっき見せてくれたね。さすがヘビー級、もう早く早く早く逃げようっていう最初からそう思ってた。怖かった。仲良くしようすごい破壊力でしたけど、リオさん守ってね。はい、本日トレーニングしていただきましたけども、はい、イーティさんの体いかがでしたでしょうか。いや、あのね、強くてびっくりしました。はい、全然ヘビー級の人が言ってたら、ね、やっぱりそのね、あの女性のね、あのうちにも何か来られてるんですけど、でもその基準がやっぱり20キロにいきなりも出るかって、やっていくとも出るんですけど、いきなり20キロをしかも軽々やったでしょ。うん、終わってたら気持ちいいわ、私は。はい、結構まだゆとりやったんで、多分30キロ切るとかできると思って、で、あの、で、回数も多分自分が言うとったんだと、いっぱいやってたんで、強かったですね。ノアさん、あの、イーティさんとヤンキー座りで意気投合されてましたが、いかがでしたでしょうか。そうですよね、私たちは。でも、ヤンキーかなと思ったんですけど、はい、気さくな方で、結構ストイックな、はい、ストイックな感じな方だなと思いましたね。あ、パチャー今日はありがとうございました。あの、武術の例でよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、楽しかったです。皆さんもリオさんの YouTube も見てください。もっと面白いですよはい、ぜひご登録もいいね押してください。ありがとうございます。